ちゃでかいじゃないですか。ドームが高いもん。あれがもうちょっと安かったらな。あらら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 。うわ。はい、こんにちは。なんとチャンネル登録者数が1000名超えていきました。ありがとうございます。今後とも、応援の方よろしくお願いします。今回は、ジョージさん、マーチンさんに、コメントの方で九頭竜川の勝山漁協組合さんのタンクを、紹介してほしいということで取りに来ました。僕初めてです。なのでちょっとおとり店さんなんかに、ポイントを聞いて入ってみますので、それではスタートします。よろしくお願いします。荒川大橋、ここが勝山の最下流部になります。下流部分が、中部の管区になりますので、土手に駐車スペースがございます。上流部分です。まあまあちょっとトロ場が多いですかね。今回は市荒川大橋から、どんどん上流の方に上がっていこうと思います。上の方もこんな感じで泥場ですね。橋の下はこんな感じで、次行きます。先ほどの市荒川大橋より一つ上に上がってきました。一つ上の橋ですが、現在は工事中で、車両は通れません。ここに上がってくるまでに 2,3 箇所土手、もしくは土手の下に降りれるスペースで、駐車が、可能です。釣り場としては下に堰が見えるんですけど、堰より下の方が、ちょっと背になっていて、魚が鮎がたまりそうな感じがしますね。車両の通行はできませんが、歩いて渡れます。結構古い橋ですね。多分この橋の名前が小舟渡り橋かな。これなんていう橋ですかね。小舟渡橋、県で一番古い橋。県で一番ですよね。なんか今渡ってきたらめちゃくちゃ古くて、県で一番古い橋、小舟渡橋、はい、この辺の釣り場で言うと、うん、やっぱあそこの下ですね。あの堰の下、下ですね、うん、あのテトラギアも良さそうですね。お地蔵さん、こちらが、地蔵前というポイントのお地蔵様ですね。ここから車が入っていけます。あそこの背が、高ポイントのようです。地蔵前です。この最盛期にはこのここはずらっと並びますね。はいはいはい、ここに階段があって、はいはいはい、この階段を降りてこの用紙を渡るか、はいはい、こういう風な、はい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 、わあでっかい鮎めっちゃいますねこの用水路。今これがいつも判断してる。やばー、マジっすか。はいはいはい、めっちゃでかいじゃないですか。え、ここは釣り禁止なんですか。マジですか。え、ここ入れても釣れないんですか。初場の時にはまあこれすごいね、どうするの。ちっちゃいのは。水は水の方が大きいやから、やっぱ強いと直る。大きいですよね。ちなみになんか大きいのは釣れるとこって、もう尺がなんか毎年出そうなところっていうのは、看板下っていう、看板下、はいはいはい、看板ありますね。はい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 、はい、大きいのが尺が出る可能性がある場所、看板下。こんだけの動物はないんですよ他に。なるほどなるほど。大きいのはたまるんですよ。でしょうね。で、時間によってそこのお地蔵さんの長いとか、はいはい、そういうのも来てる。あそこの溜まってるちょっと深くなってるところの、水位的には今日はそこまで平水ですかね。ここ近寄ったらさっといなくなります。あ、一回離れますか。なるほどなるほど。いやすごい、その縁とかも全然釣れそうっすね。はい、
まあでもなんか若い子は本当にあゆ釣り少なくて、これからちょっと増えないかなと思って、今の若い方にあのあれや、あゆ釣りにはちょっと入り口がちょっとは、そうっすね、道具がちょっと高い。もう少し安くなるとちょっとあれかな、ね、このドンブはここら辺で5メートル、水深5メートル、水深5メートル、橋の下のドンブ化で、なるほどなるほど、まあまあありますね、5メーターって、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。地蔵前から少し上がってきました。500メーター、700メーター弱ですね。この辺も車が道路脇に止めれるように幅がちょっと広くなっておりますので止めれると思います。奥に見えますのが小舟渡橋ですね。で、ここ手前にテトラが結構入って、釣り人も結構おります。よいしょ。ここが先ほどのあの看板下から、撮影した反対側のイワスおとり店さんですね。おとり店さんの正面です。トロバが続いて背が入ってます。イワスおとり店さんからちょっと上がってきました。ここに強い、流れがありますね。ここもいいんじゃないでしょうか。細い強い流れからあそこも急瀬ですね。あそこに2名入っておられます。いやー、いいポイントだ。そうですね、こっち側の背はちょっと細いんで、こっち側ですね、イワスおとり店さんの上流部分の急瀬ですね。いやー、いいんじゃないでしょうか。この辺もイワスおとり店さんからちょっと上がってきまして、荒鹿橋ですね。ちなみにここまっすぐ行くと石田おとり店さんがありますね。はい、荒鹿橋上流部分ですね。僕が初めて勝山管区で釣りをした場所がここになります。今日も、1名、2名、3名、4名上の方まで行くと5、6名入っておられますね。石田おとり店さんからちょっと下流に、正面からちょっと下流に下った荒鹿橋上流部分です。ここでちょっとしぼまってるんで、だいたい10メーター上ぐらいまでしかちょっと攻めれないですよね。昨日もいい鮎が何本もかかりました。荒鹿橋の下流です。この下流のおとりをもらいました。ポイントをちょっと教えてほしいんですけど、はい、入りやすい場所で、まあ、ちょっとここですか。向こう渡ってもらえ、向こうですか、うん、歩いて渡れます。これの簡単に渡れます。渡れますか。了解です、はい、で車はどっかこの辺からそこから入れます。車は降りて、なるほど。あとなんか有名なポイントとか、この辺の独特の名前とかあります。赤岩、茶色っぽい岩がある。茶色っぽい岩があるんで、あ、なるほど。向かいの建物はやっぱここ赤岩、あっちの下、女の子で、はい、まだ釣り歴3年の、はい、一日に3本上げてる。マジですか。あ、これ写真、新聞にも載ってる。一日3本やんか。マジですか。こんな記録誰もやる。それが橋の上下ですか。そう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 。こんな記録はまあ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 ないですか。誰も破れない。ああ、すごいサインがいっぱいだ。ここでみんなお客さんにアユ食べさせたらいいんです。コロナの関係で。あ、そうですね。
鮎を焼いていると。そうそう。どれぐらい売るんですか。大体150本。年間お取り屋さんって鮎何本ぐらい売る。始まってから終わりがぐらいで。計算したことないな。大体でいいです。4ヶ月ちょっと。4年とは7、8年ぐらいだと思うわ。年間ですか。うん。ああ。うん。鮎は近場出したりとか、鮎を出したりとか、熊を出したりとか。もっと若い人が増えるといいですね。そんなもん、これ、このまま行ったら、愛なんか終わってまうよ。そこ年寄りみんないなくなって。まだ敷居が高いんです。ドームが高いもん。あれがもうちょっと安かったらな。大体普通のシーバスとか、普通の釣りしてて、4、5万ぐらいまではみんな出すんですよ。10万超えてくると厳しいですね。あれ厳しい。こことかんとかなんやら揃えると結構いっちゃいますもんね。うん、入って1時間も釣れなかったら、もうその子はもうね、やらんでの。ああ、なるほど、なるほど。うちの息子のもそうやって。最初にやって。面白いけどな。他の釣ったまだ全然違うもんね。かかった時の瞬間は何でも言えんもん。半端ないですね。みんな、あれでやめちゃう。そうそう。ゴーンあれは独特ですね。そうですね。ちょっと行ってきます。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございました。石田おとり店さんからちょっと下った橋の手前ぐらいですね。石田おとり店さんの前は入りやすくてちょっと人が結構入ってましたので、時期的には8月の末なので大型がかかる可能性があるので、水中糸は 0.1 でスタートです。とりあえず1匹かけたいな。お、来た。おー、走る。ナイスです。早速。どうだ？肩は。ちょっと一発目なんで、慎重に抜いてきますね。うわー、ちょっと、肝寄りか。まあいいでしょう。抜いちゃう。抜けるか。よいしょ。OK。 あー、当たったけどな。どうだ。いった。イエーイ。おら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 。はい、お疲れさんでした。石田おとり店さんの正面から、少し下った橋の手前ですね。1時前ぐらいからですかね、鳴り始めました。5時半ですね。こんな感じですね、数ちょっと数えてみましょうか。24尾で終了です。たまにちっちゃいやつも混じるんですけど、ほぼほぼ、18から、25ぐらいのですかね。実長編はこんな感じですね。結構流れの強いところでやってましたので、取り込みで結構ミスが多かってちょっと反省しております。鮎自体は数はいる感じですけれども、岩にねしっかりついてるところに入れないと当たりがない感じで、ただずっと置いといても当たりは一向になく、ちょっと鮎を動かしながら岩の周りを攻めていくとゴンと
当たるという感じの、釣り場でした。石田おとり店さんからちょっと上がってきてカーブを曲がったところぐらいですかね。多分ここが赤岩になるのかなと思います。ちょうど赤い岩肌が、見えております。多分ここが赤岩じゃないのかなと。下流の方にはテトラも入っています。で、ちょっと今上からも撮らせてもらいたいと思います。勝山恐竜橋ですね。勝山恐竜橋下流です。こんな感じですね。背がずっと入って釣れてますね。いい感じですね。大きな岩が点在して背になっております。下が赤岩ですね。赤岩だと思います。上流部分ですね。土手のところから車が入れるようになっております。ちょっとトロッとしたところ、背からの流れ込みなんかが狙い目で釣り人がねずっと入っております。勝山橋来ました。勝山橋下流ですね。恐竜橋からずっと上がってきましたが、トロ場が多くてあんまりこう人気のポイントがないのかなと思います。こっそり入るにはちょっといい場所はあったんですが、こんな感じですね。ここが上流部ですね。人が少ない。ではもうちょっと上流の方に行ってみたいと思います。勝山南大橋ですね。はい、勝山南大橋下流部分です。どうだ。ここまで来るとちょっと背がありますね。勝山橋はちょっととろばになってましたが、ここまで来ると背が、長い背がちょっと続いてます。はいはい。いやー、この木はずっと良さそうですね。上流です。こんな感じですね。橋の際ぐらいは結構釣りができそうな感じです。上の方はトロバになってしまってるのでちょっと厳しいかと思いますね。こっち側のところはいい感じです。車は入れるスペース、土手にありますね。勝山南大橋から少し上がってきたところ、一応高圧線の下ですね。ここもポイント的には高ポイントのようで、岩や、テトラが点在している感じです。いい感じの流れで、ずっとちょっとところどころ岩がありますので、その周りがかなりいいポイントになっているんじゃないかなと思います。岩もそこそこ黒く、はみってある状態です。勝山南大橋上流高圧線下、清流亭さん横から土手に入れます。こちら下新井の堰堤ですね。先ほどの高圧線から、700m、800m ほど上の方に上がってきますとあります。堰堤下 400m は金梁区となっておりますのでご注意ください。金梁区の 400m ぐらい下ったところですね。岩などが点在して岩盤などもありまして、ポイント的には良かったです。下新井橋ですね。ちょうど下新井橋の下流はこんな感じでもう堰堤になっております。めっちゃ深そう。なんかめっちゃ跳ねてる。やばいやばい、ナブラっぽい。うるるるるうううううう、なんだなんだ。ほらほらほら、ここより少し行ったところがちょうどもう大野さんとの境目なので、紹介的にはこの辺で終了じゃないでしょうか。
下新井橋上流になります。トロ場がずっと続いておりまして、まあ釣り客もおりません。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価の方またよろしくお願いします。今回はこんな感じで良かったでしょうか。ジョージさん、マーチンさん、また、コメントの方お待ちしております。勝山でも、初めて竿を出してみましたので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。じゃあねー。